はい、皆さん、こんにちは。2017年6月9日、14時12分です。よろしくお願いします。だね、明日いよいよ大会です。捨て頃のイベントが明日ありますので、捨て頃応援トツマチをやろうと思います。応援メッセージ、トツをかけたい人はトツかけてきてください。よろしくお願いします。はい、ワドツ、いらっしゃい。いや、いらっしゃい。ミエロいらっしゃい。はい、ボンいらっしゃい。よろしく。はい、のんちゃんいらっしゃい。数合わせ間に合った。ははありがとう。数合わせね、ほんとありがたい。ほんとにありがたい。何食おうかな今日。カツカレーって言ってたっけ？カツカレーいいんじゃないって。前日。今日カツカレー食べようか。ココイチのカツカレーにしよう。みんちゃんありがとうね。ありがとう。楽しかったよ。ごめんね、サスケとかね、ハルさん来て途中でバタバタしちゃって全然お見送りもできなくて。俺も楽しかったよ。ありがとう。今後ともよろしく。金曜日だからみんな忙しいのか。ねえ、みんな優しかったね。うん、おー、龍鳳デスマスいらっしゃい。俺はそういうことしないから。お、頑張るよ。龍鳳デスマス。みんな生放送見んの？連動さんの枠。見る。コメントどうなるんだろうね。パンクすんじゃねえの回線。本当にプッツプツだろうね。いや、サボンするでしょ。しなかったらどんだけ、こんだけメンツ集めてサボンしないのかよってなるでしょ。香川万博の時どうだったの。
香川万博閲覧どうだった？あった？だけのね、配信者ガンクビ揃えて配信を1個にまとめるんだぜ。閲覧やばいっしょ。練習枠でだいたい 2,3 千人いくもんね。配信してないんだ。YouTube に動画アップロードされるし、もしかしたらリスナーさんからの要望多かった DVD 販売するって言ってたよ。いや、 YouTube に編集された動画上げるって。サボすると思うよ。絶対すると思う。ありがとう、泥棒猫ありがとう。楽屋で回すから、楽屋風景の秘密映像は俺の YouTube で見れる。勝った人、勝った方だけ賞金あるよ。ギャラが統一で3万なの。全員、演者は。だからファイトのマネーっていう形じゃなくて、イベント出演料として3万円払うっていう予定だったのね。で、そしたらある日、さらに賞金出すっていうリスナーさんが現れたの。要は、選手それじゃかわいそうだから、勝った方に、ちょっと、賞金プラスで俺出したいから、つって、弁護さんそれ OK 出して。で、俺らは3万円プラス勝った方に追加金一封があるの。で、中身は知らないって、弁護太郎さん。封筒を渡されたんだって。で、さらに、全試合の中でナンバーワンの MVP 賞を取った方。もちろん勝った方だよね。MVP の全試合の中で一番いい試合をした人は、さらに、MVP 賞をもらえる。そうそうそう、後から
その、なんて言うんだろう。もっとこのイベント盛り上げたいからってリスナーさん、太っ腹なリスナーさんがいて、それで立ち寄りいらっしゃい。で、賞金が追加されて、で、さらにまた集まったらしくて、さらに俺も賞金出したいっていうか、努力賞とか、なんとか賞みたいのっていう人も現れてるらしいよ。いや、俺はメダルが欲しいんだよね。俺は捨て頃でメダルが欲しい。加藤隆さんいらっしゃい。やっぱ形に残るのは思い出になるし、体は仕上がってるかどうか分かんないね。アスリートじゃないから正直分かんねえわ、どうなるかは。まあ蓋開けてみてどうなるかだよな。セクシーコマンド、セクシーコマンド出しちゃう。という目でしたね。本当に長く感じたけど、もう1ヶ月切ったあたりからすごい早かった。 ありがとうちんちんさん。もしよかったら便所太郎さんの枠で生放送もやるんで、お願いします。見てください。あっという間だったね。後半は帰ってきてから早かったかな。あっという間だったね。なんで配信者で格闘技しなきゃならないか。別にしなきゃならないわけじゃないよ、カーマインさん。強制ではなくて、便所太郎さんがもともと格闘技やってて、で、その配信者同士を殴り合わせたら面白いっていう構想が前からあったらしいのよ。で、募集をかけた時に、リスナーさんが教えてくれて、便所太郎さんがイベントやるって言って、選手募集してるけど、ワード興味あるって教えてもらってさ。で、便所さんにすぐ電話かけたら、いいよって、出場決定って言われたから。自分からお願いした形だね。便所太郎さんに出たいって。これからお願いしたの。なんか面白そうだなと思って。企画だよね。うん。で、それが明日あるんですよ。これ。インターネット配信者格闘技祭っていう、まあ大体何試合だろう、8試合ある、うん、まあメンツも結構豪華だから、うん、これ強くないよ、一番弱い。
今日はいっぱい寝て、明日、今日はね、温泉入りたいなと思ってて、誰か車出してくれるとありがたいなと思ってるんだよね。温泉と、あと整体に行きたいなと思って。整体は5500円の90分コースでがっつり体ほぐして、で、温泉行って体ほぐして、で、ちょっと走ろうか迷ってるかな。なんか、前日にアップした方がいいらしいの。軽く体温める程度に運動はしようかなと。シャドウを軽くと、ランニング。筋肉痛が残らない程度にね。ファイトマネーっていうかね、一応そのイベント、その、便所太郎さんが考えてたのは、勝っても負けても差をつけたくないっていう。その俺の方が有名だからとかなったらめんどくさいから、対等な扱いにしたいっていうことで、ファイトマネーじゃなくてギャランティーを3万円全員に払うっていうことで決まりました。3万円全員。で、後になってなんだけど、リスナーさんが賞金出さないとかわいそうじゃんってなって、で、勝った方には賞金俺出すよっていうリスナーさんが現れて、封筒を預かってるんだって。で、勝った方にはこう、封筒が渡されて、その中に金一封が入ってるって話だね。で、さらに、その、8試合ある中で、一番良かった試合をやった人は MVP っていうのをもらえるらしくて、勝った人ね。だから8人、8組試合あるから、勝者の8人の中から、一番いい試合した、盛り上がった試合した人には MVP で、金一封さらに出ます。それが全部のギャラかな、今回。あとまあ、僕はステッカー販売やるんで、物販を。物販販売です。それが全部ですかね。まあ、ステッカー10枚ぐらい売れたらね、1万円になるからありがたいよね。活動資金にさせてもらおうかな。まあ、10枚ぐらい売れるんじゃないかな。売れたらラッキーで。売れなかったら売れなかったでしょうがない。そこがメインじゃないから。まあ3万円以下になることはない。アンチは買わないよ。っていうかもう警察、その会場の外にすぐ警察がいるし、SP が中に何人もいるから、暴れるとか絶対ないから安心しな。速攻逮捕だよ。多分 SP が目の前にいるところで物販やるから絶対暴れない。高谷いらっしゃい、こんにちは。お、ダンボールだ、いらっしゃい。ダンボール、青山リスナーに煽られたらどうしよう。いや、まあ青山応援してるやつは青山応援するだろう。アドを殺せーとか、どうせ
ね、罵声浴びせられるよ。そういう世界だもん。まあ、リスナー同士でっていうのはないと思うけど、それが応援合戦なわけだから。和道リスナー内気だからな。和道とかならなそうだよね。椅子持っていこう。あ、全然全然。持ってきなよ。まあ、多分会場にあるんじゃないの、椅子ぐらい。わかんないけど。でも声援がその少ないとやっぱやりづらいらしいよ。声援があればあるほど乗るらしい。自分の声援が多いほど。不思議と。だ、声援は結構重要な要素なんだよ。デスマッチの方がって何？デスマッチがよくわかんないんだけど、どういうルール？どういうルール？いや、まあ見方は任せるよ、うん、好きに、金払ってる客なんだからさ、好きに楽しんでいいんだよ。あ、まあ、あの時応援しとけばよかったって言われても知らねえよって話だけどそりゃ知らんっていう。来ないね、うん、トツが来ないね。トツをしてないんだトツを来ないんじゃないの。トツをかけてないんだけでしょ、うん、でももうダラダラやるから寿司食いてえな。じゃあ終わりにすっかな枠。じゃあみんなお疲れ様でした。ありがとうございました。明日よろしくお願いします。オツです。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねん。もう